本日のご予定は？どこへでもお供いたしますよ。おや、僕に目をかけてくださるのですね。恐縮です。ご期待に添えるよう努力します。なんだかとてもいい気分です。不思議ですね。最初は冴えない人間だと思ったんですが。怒らないで。今はそう思ってないってことですよ。陸の魔法もなかなか面白いですね。ぜひ試してみたいです。僕のためにここまでしていただけるとは恐縮です。あなたの期待に応えられるよう善処いたします。どうぞお好きな授業を選んでください。気が向いたらご一緒します。どんな授業でもサポートは僕にお任せを。いつでも備えは万全です。優柔不断なあなたに一番おすすめの授業を選んで差し上げましょうか。今日も楽しみましょうね。お疲れ様でした。次も頑張りましょう。お手柔らかにお願いします。お手柔らかに。もっと楽しめるかと。残念です。僕とフロイドの誕生日パーティーへようこそ。あなたが来てくれたと知ればフロイドも喜ぶでしょう。さあ料理の準備はできていますよ。そんなに遠慮しないで。僕がしたいようにしているだけですから。運動にあまり興味はありませんが、やれと言われればやりますよ。さて、頑張らなくてはいけませんね。どうしました？運動する最初のうちは走るどこ。どうしました？運動するところをじっと見られるのは少しやりづらいですね。最初のうちは走るどころか立つのにも苦労しましたよ。今は随分慣れましたけど。両親には小さい頃から護身術を身につけろとしつけられました。おかげで今も重宝しています。モストロラウンジの掃除をしようと思っていたんですが、どうやらフロイドは逃げたみたいですね。テラリウムに植えようと思って山で珍しい植物を取ってきたんです。うまく育てばいいんですが。